皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、今回はデータの活用の1回目、データの整理についてお話しします。ここにあるクラスの A 班12人のこのハンドボール投げで何メートル投げたかという記録が書いてあります。20メートル、16メートル、21メートル、13メートル、16メートル、31メートル、そして16メートル、12メートル、26メートル、20メートル、28メートル、15メートル、このような記録になっています。このデータの代表値、これを調べていきましょう。まず代表値のうち最初に調べるのは平均値です。平均値はデータの値の合計、つまりこの何メートルというのを全部足した合計ですね。これをそのデータの個数、ここでは人数12で割ります。これを合計すると、もう計算してあります、計算するの大変なんでね、234メートルでした。これを人数の12で割ります。これを計算すると 19.5 となるので、このデータの平均値 19.5 メートルと、このようになります。次は中央値です。中央値はこう小さい方から数字を並べていって、この場合はね、投げたのはメートルがちっちゃい方、これが大きい方に向かって順番に並べていって、その真ん中がいくつかと、これが中央値になります。これ12人なんで 12÷2 で6番目っていう人いるんですけど、これは勘違いです。これは2で割ったら6と6の2つに分かれるだけで、真ん中が何番目かというのを表しています。例えば具体的な例を挙げると、ここに1、2、3、4、5と5つの数字を書きました。この中央値はといったとき、5÷2 で 2.5 違うんですよ。実はね、これ前から3番目の3なんです。なぜか、前から1、2、3番目でしょ、そして後ろからも1、2、3番目、前からも後ろからも同じ順番になっている、それが中央値なんですよね。じゃあこれ何番目か、どうやって計算すればいいかというと、その個数プラス1、この場合は5個あるので、5プラス1、それを2で割ります。5プラス1は6ですから、6÷2で3と出ますよね。ですから前から3番目、もちろん後ろからも3番目になるんですね。じゃあ偶数の場合、やはり同じように考えていきます。これ12人のデータですから、これ 12+1 をやりますと13ですよね。13で 12+1、 13を2で割るとこれ 6.5、 6.5 番目なんてないですよね、順番に。これはどういうことかというと、6と7の間ということなんですよ。つまりじゃあ6番目と7番目、これ順番に並べて書いてあります、小さい方から。これが6番目、こちらが7番目になります。6番目と7番目の数字、これを足して2で割った値、これが中央値になるんです。つまり 16+20、 これを2で割ります。16+20、36です。36÷2は18なので、この中央値は18メートル、こう計算できるわけです。いや、この中に18メートルなんてないよ、ね、そういう意見もあるんですけれど、それはちょっと勘違いです。中央値というのはこう6番目と7番目だったら、その2つを足して2で割ってあげる、その数値が中央値、このようになります。次は最頻値に移ります。
最頻値というのはデータの中で最も多く出てくる数のことです、ね、最も多く出る、多く出るとか頻繁に出てくるということですね。その数字が最頻値と言います。この A 班のデータには複数回出てくる記録、これは2つあります。それはまず20メートルが2回出てきます。そして16メートルが1回、2回、3回出てきます。で2回と3回ですから3回の方が多いですよね。3回出てきた16メートル、これが A 班のハンドボール投げの記録の最頻値、こういうことになります。そして最後にデータの範囲です。データの範囲、これはレンジとも言うので、どちらも覚えておいてください。データの範囲またはレンジ、同じ意味です。これはデータの最大値、これから最小値引いた差、これがデータの範囲と言います。この部屋の中でまず最小値を見つけていきます。最小値をずっと見ていくと、この12メートル、これが一番小さい数ですよね。ですから最小値は12メートルとなります。最大値、最も遠くに投げた人の記録、これは見ていくと、この31メートル、これが一番大きいですね。一番遠くまで投げた距離になっています。ですからこれが最大値、31メートルとこうなります。でデータの範囲、レンジは最大値から最小値を引くので、31-12、これを計算すると19となるので、データの範囲は19メートル、レンジは19メートルとこうなるわけですね。今回はデータの整理について、代表値、これを取り上げて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。